こんにちは、春風ツアーです。今回は長崎空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は8月です。長崎空港を10時55分に出発いたしますと、ホワイトホースへは同日の13時45分に到着いたします。羽田空港到着後は成田まで移動していただいて、成田からのご出発となります。成田を出発いたしますと、バンクーバーに到着いたします。ここで航空機を乗り換えてホワイトホースに入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。8月は中旬から夏オーロラのシーズンがスタートする非常に良い時期です。ホワイトホースでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は8月出発の長崎空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。